お疲れ様です、マピーです。今回はこちら、更新ボタンをポチッと押してシャキーンからのドン。オセロニアの戦2019ファイナリスト出揃う、最強が決する瞬間を見逃すな。ということで、このオセロニアの戦という毎年恒例のね、毎年1回だけやってる公式の全国大会があってですね、その全国決勝が1週間後に迫ってきているということなので、今回はこのオセロニアンの戦2019を100倍楽しむための予習動画を撮っていきたいと思います。どういう予習をするかと言いますと、ファイナリスト出揃ったってことなんで、そのファイナリストの特徴であったりとか、そういう情報というかね、私が知っている中でこの選手はこういう人なんだよと、こういうのが得意なんだよっていう風にね、紹介していこうかなと思います。まずその前にね、このオセロニアンの戦とはアバウトですよ。なんぞやということで、こちらに書いてあるんですが、今年の最強オセロニアンを決める逆転オセロニアの公式大会です。全国6カ所の地区予選と当日予選を勝ち抜いた計10名のファイナリストが全国決勝へ進み、今年の最強の座をかけて戦います。5回目の開催となる2019年の戦は、対戦環境のバランスを考慮し、予選から使用禁止駒の数を増やすなど、例年以上に激しい争いが予想されます。全国決勝への切符をつかむのは誰になるのか、今年のナンバーワンを決める戦いが今始まる。これね、スライドショー、これ出てるんですけど、はい。まあ、2018年の様子ですね。昨年は札幌というか北海道地区予選、代表のですね、ゼースさんが優勝されたということなんですけれども、今年はね、10名のファイナリストということで、ファイナリスト増えました。まあどう増えたかというとね、これ大会概要とこうあってですね、はい、まあずらりとあるんですけど、今決まってるのが、まあ、9人決まってて、で当日予選代表がまだ決まってないと。まあ、これ当日にね、当日の朝早くから集まって、大会があってですね、まあ、この他の地区予選と同じような大会なんですけれども、そこで勝ち上がった人が、ファイナリストに並ぶということで、まだ分かっていない状況です。で、どこが増えたかというと、この中部地区代表ですよ。中部が、確かね、去年は1人しかファイナリストになれなかったんですけど、なんとね、1枠増えて2人までファイナリストになれると。で、その上で関東地区代表も優勝と準優勝が代表になれて、で関西地区代表も優勝と準優勝が代表になれると、いった中で10名のファイナリストから今年1のオセロニアンを決めるというね、大々的な大会なんですけども、まあ、今決まってるこの9名を今回紹介しようかなと思います。左上からいきます。まずこの九州地区代表の木の葉選手。木の葉選手は古参勢ですね。結構前からこのゲームやってる人で、僕が2017年の、ね、前半ぐらいになんか動画とか出してた、まあ、その時からね、僕この動画配信活動やってたんですけど、コメントとかねくれたんですよ、この木の葉くんはね、はい。結構若い選手なんですが、そういうね、結構前から、まあ、このゲームに取り組んでたということもあって、キャリアがあります。でかつね、なんか得意デッキがあるんですよ。その得意デッキが何なのかというと、速攻竜なんです。はい、木の葉くんは速攻竜がすごくうまいです。で個人的にマッピー会長的に思うことがあって、あのオセロニアは速攻竜がうまい人は基本的にどのデッキ使ってもうまいと思います。はい、速攻竜がね、一番扱いが難しいデッキって思ってて、デッキの構築なんかも難しいですし、判断力とかね、すごい難しくてね、やっぱこう殴ることしかできないってなった時に、なんだろう、殴れば勝てるみたいな感じになってるんですけど、それが難しいんですよ。その殴るタイミングとか、そういうのをね、やっぱりこう見極めっていうのが難しい中で、木の葉選手はね、やっぱこう速攻竜が得意ということなので、他のデッキも難なく使いこなせるような、そういう選手となっています。まあオールラウンダーと言っていいかもしれませんね。ということで、今回の優勝候補と言ってもいいかもしれません。で次にね、この北海道地区代表のツッキー選手。ツッキー選手はすごいですよ。まず実績があって、まずさっきの木の葉くんもそもそも実績があってね、はい、カップ戦のレジェンドも数回取ってますし、クラスマッチの王冠も取ってる上に、あとは合戦っていうね、イベントがあってね、2018年の合戦のファイナリストになっている木の葉選手なんですけども、ツッキー選手もなんとね、この合戦のファイナリストになってるんですよ。札幌地区代表と、札幌地区っていうか北海道からねやってきたこのツッキーなんですが、なんとね、合戦では準優勝してます。あ、間違えた、ちょっと間違えて今5タップしちゃったんですけど、はい、準優勝してて、かつこの最近のね、ツッキーはこう波が来ていると言いますか、今年オープン杯っていう大会もあったんですよ。でそこの札幌で大会があって、そこでもね優勝してます。で今回このオセロニアンの戦の北海道地区の代表になって、まあ、北海道地区予選も優勝しているということで、今もう間違いなく来ているオセロニアンですね。
でツッキーはクラスマッチ1位取ったことあります。さらにカップ戦も最高2位なんですよ。でこんな選手いますかと。いやーすごいですね。ちなみにこのツッキー選手、その共通しているところというかね、去年この北海道地区からはデース選手がね優勝されてるんですが、そのデース選手はね、デース選手っていうかデースさんは、クラスマッチが2位でカップ戦が1位なんですよ。でツッキーはその逆、クラスマッチ1位でカップ戦2位取ってて、北海道はねカップ戦もクラスマッチも両方強いっていう。いや本当にすごい。でツッキー選手の何が強みかというと、デッキの構築センスと読みがすごいですね。デッキの構築に関してはやっぱりこうツッキーの右に出るものはいないというか、もう誰も考えないようなデッキを作って、で、人読みというか相手の特徴をしっかりね読んで、まあ、この何回目にこのデッキを持っていこうみたいな感じでね、デッキの合わせ方がうまいというかね、本当ね読みがすごいです。あとプレイもうまいです。もう読みがすごいということは、相手の手駒であったりとか、あとなんか置かれた罠とか、そういうのね読んだりするのがねすごくうまい選手です。なんでツッキーはねこれ要チェックです。はい、この人はすごい。で、次中部地区代表の中部の優勝されたコーテフェンギン選手。コーテフェンギン選手はねちょっと情報が少ないんですけども、まあ、今年イクサーファイナリストを初めてなったっていうのもね、まあ、他の選手も初めてなったっていう人で、田中選手以外は初めてで構成されてるんですけども、コーテフェンギン選手は、あまり個人的にねなんかこう情報は少ないんですけども、まあ、そういうダークホースといった中で得意なデッキはですねラニーデッキだと思われます。ラニーで予選通過されたんですかね、はい、ラニー使ってて、であとカップ戦なんかでも最近のカップ戦で確か10位以内に入ってました。なんで非常にね、まあ、こう新星とも言えますけども、ダークホースとも言えるねすごいね注目される選手なので、このコーテフェンギン選手もね、まあ、侮れないといったところで、次に、この中部地区代表準優勝の吉坊選手。吉坊選手はちょっと経歴がすごくてですね、はい、カップ戦でなんと101位をちょっと回数まで思えて3、4回ぐらいね101位とかレジェンド芸人をかましたことがあるという、まあ、ちょっと悲しい運命を背負っている選手なんですけど、ただ101位っていうその惜しいところまでいけてると、もう実質レジェンドと言ってもいいぐらいの実力は備えていて、カップ戦なんかではそういう上位をね毎回毎回取っている選手ということでですね、やっぱりこうオセロニアンの戦のこの中部地区でも準優勝されてますので、間違いなく実力は折り紙付きの選手なので、本戦でも期待が込められております。で次に関東地区代表で、優勝したサイ選手。サイ選手というかもう言っちゃうけどサイ君、僕と同い年で、まあ、仲のいいオセロニアンです。よくね家に来て練習したりしてるんですけども、割と早い段階でねサイ君とは練習してて、で関東地区といえば壇上に上がった中でダミ選手とあとスコフィールド選手っていうね方がいらっしゃるんですけども、このね3人はうちで合宿していった、まあ、マピーオハウス合宿組っていうのがあってね、うちで合宿して練習して壇上率 100% っていうね、まあ、そういう実績を誇っているんですけども、その中でもサイ君がね優勝したということで、サイ君は、まあ、何回か動画にも出ているんですけど、クラスマッチ最高2位の、あとはカップ戦でも最高で4位取ってたりと、さらに今回このオセロニアの戦でも関東地区代表で優勝。関東地区っていうのがね290人ほど来ている大会で優勝ということなので、もう間違いなくトップの実力を持っていると思います。はい、あとね真面目なんですね、この子ね本当ね真面目、家に来てもねなんか結構ねもう本当すぐ家に来るんですけど、まあ、結構ねなんか話すことがあってね、夜中になった時にあいつうまいよねとか、あとこのデッキどう思うとかっていう風にねすごい真面目な人、あとまあこのダメージ計算とかは、これぐらい出るなっていう風にダメージ計算もね最近勉強してて、かつオセロの定石なんかもたくさん知っててね、すごい真面目で、非常に強い選手なので、まあ、優勝候補かもしれませんね。はい、で次にね関東地区代表準優勝のトチ選手。このトチ選手は知る人ぞ知るオセロニアンで、ツイッターされてる人だったらねもしかしたら知ってるかどうかわからないんですけど、もともとねリズっていう名前で活動してた人なんですけど、今回準優勝されたということで名前を変えての出場ですね。でこのねトチ選手というか、まあ、リズ選手なんですが、僕の知っている限りでは耐久が上手いです。なのでオセロに自信のある選手ということなので、オセロで勝負を仕掛けるような耐久デッキであったりとか、まあ、純耐久というか毒耐久系のねデッキであったりとかが予想されます。なんで、まあ、このトチ選手の、まあ、その華麗なオセロというか、
駒さばきというのをね本気戦で期待しておりますということで、次にね東北地区代表常眞勇樹選手、この常眞勇樹選手はね、古参勢ですね、さっきの木の葉君とかあと崔君も、この古参勢ということなんですけども、常眞勇樹君も古参勢で、僕の1個上の、年になるんですけど、この人もね昔から仲のいい人で、すごいね気前のいい兄ちゃんって感じで結構緊張しいな人なんですけど、壇上の経験率はこの9名の中で一番、壇上経験してきたと。というのも、オセロニアの宴っていうイベントがあったんですけども、その2017年のオセロニアの宴では3回連続ファイナリストというかその壇上に上がった実績もあり、さらに去年もね、仙台のオセロニアの合戦で壇上に上がって、その合戦のチームのリーダーを務めていた、リーダーだったっけ、ちょっとごめんなさいそこまで覚えてないんですけど、合戦でも、壇上に上がった経験のある選手で、非常にね壇上率というかその壇上の経験値が高いので、本番でも緊張せずに、プレイできるんじゃないでしょうか。どちらかというとね緊張しいな性格であるんですけど、なんだかんだ実績を残してきてて、あとね古参勢ということでレジェンドの獲得率もねすごく良くてですね、レジェンドね20回取ってます。すごいね、20回も取ってるということで、その実力は折り紙付き で得意なデッキとしてはオセロが得意なので耐久デッキが得意であったりとか、あと、あんまりなんかその苦手なデッキがあるっていうイメージがないですね。基本的にどのデッキ使わせても上手いっていう選手で、あとこれ余談なんですけど、このね崔君とね常眞勇君ね、あと僕3人とも、結構家に来るんですけど、僕のねマピオハウスに来るんですけど、なんとねこの3人とも共通してるのがターミネーターが好きなんですよ。でターミネーターが好きで、緊張した時はターミネーターの好きなシーンを思い浮かべようみたいな感じになって、で僕の好きなシーンがこれねテレビとかだったらカットされてるんですけど、ターミネーター2のね T800 の頭をさこう繰り出して、CPU を取り出すシーンがあってね、それでなんか緊張したらそれで CPU を取り出せる、この一言を使えば緊張とかあとイライラとかが解消されるっていう風にねこの3人で確立されているので、常眞勇樹選手ね多分本番もねこれでそれで CPU を取り出せるっていう風に緊張を和らげることがあるかもしれませんね。注目の選手です。そして、次関西地区代表優勝万事たなき万事、万事たなき万事は、2年連続の優勝です。2年連続関西地区代表優勝、これね予選の優勝2年連続したのね史上初の、快挙ということでですね、この田中選手は僕と同い年の人なんですけどね、日本一の神タン使いと、自他ともに認める日本一の神タン使いと呼ばれております。いや本当にね神タンがうまいというか、神タンがうまいというかどのデッキを使ってもうまいんですけど、その中でも神タンが得意っていうのが田中選手の特徴なんですけども、なんで得意かっていうと、ダメージ計算がもうね次元の違ううまさというか多分日本一ダメージ計算がうまい男ですね。はい。でなんでうまいかっていうと、なんかソロ版の九段を持ってるんですよこのタナキー選手って。だからフラッシュ暗算とかめちゃくちゃ強かったりしてて、だからねこのオセロニアやってる時も頭の中にソロ版を思い浮かべて、そこからソロ版の弾を弾いてね、その計算をしているということなんで、外さないもうねタナキー選手はダメージ計算がめちゃくちゃ上手くて外さない、でかつ打ち筋もすごく綺麗ということでね、日本一の神タン使いとも呼ばれてますし、日本一の神タン使い以前にこの田中選手が日本一オセロニア上手いんじゃないかと言われております。いや本当にね優勝候補の一角ですね。で、この田中選手も、よくね練習してます。よく、週1ぐらいで 2,3 時間ぐらいね一緒に練習するんですけど、なかなかねこの私もね苦戦するというか、なかなかね勝ちにくいような相手でね非常に上手いです。連敗するときもあるぐらいね、本当練習でも仕上がってて、本番でもね実績を残してくれると思います。で最後関西地区代表準優勝の銀次郎選手、銀次郎選手は、古参勢です。この人もね古参で結構前からやっててね、オセロニアの戦にこの代表で出るのは初めてなんですけど、リアイベには何回か出たことがあって、で今回見事準優勝ということなんですけども、得意なデッキはマデッキですね。マデッキが得意で、キャラクターが数多くある中でアゲハが一番好きということで、はい。なので彼のマデッキには
アゲハが入ってると思います。まあまあまあ本当かどうかっていうか、そのアゲハ付きっていうことなんでね、それだけで判断するのはまあいかがなものかとは思いますけど、まあ本番でもアゲハを使ったプレイングを見せてくれる可能性があります。で実績としては、昔のクラスマッチですね、2017年のなんか5月とかのクラスマッチでね3位を取ってたりしてて、相当前からね仕上がってる選手、かつね銀次郎選手はあのこだわりがあるんですよ。なんとねフェリアを作らないっていうこだわりがあってね、そうあの僕と同じですね、僕もフェリア作らない勢なんですけど、銀次郎選手もねフェリアを作らずに、そしてクラスマッチをやるということで、なんかこうフェリアを使わずにいるということは、フェリアを使ったその弊害というわけではないんですけど、こう感覚のズレっていうのがないと思うんですね。フェリアを使ってしまうとちょっとだけね、なんかこう普段のオセロニアというか、例えばフェリアが使えないようなカップ戦だったりとかリアイベだったりするとちょっとね感覚ズレたりするんですけど、その感覚のズレもなくですね、まあ、ミスも少ないような、そんなね、プレイングが期待されると思われるので、銀次郎選手もね注目の選手ということでね、本当ね総じて言えることなんですけど、今回の全国決勝出場選手はねレベルが高すぎる。本当にレベルの高いね。もう毎年毎年レベル高いんですけど、今年はちょっとね、まあ、めちゃくちゃレベル高いというか、もう知ってる人が多すぎて、うん。本当ね、レベルが高いと。で、その中で、まだ当日予選代表がこれ決まってないんですよ。これ毎年なんですけど、誰が当日予選勝ち抜くかなって。で、当日予選は、あの、他の予選よりもレベルが、極めて高いと言われてます。はい、極めて高い。なんでかっていうと各地区からね集まって、で朝早くから集まるということで、もう勝ち勢がすごい多い僕もね去年まではこのオセロニアの戦出てたんですけど、去年の当日枠レベルすごい高くて、8回戦あったんですけど、僕7勝1敗だったんですけど、レートの差で残念ながらね、その当日予選の決勝に上がれなかったっていうものなんですけども、対戦相手もねやっぱ知ってる人が多くてすごいねレベル高かったです。なんで今年の当日予選が、どうなるかもですね期待ですね。はい、ということでこのオセロニアの戦の、まあ、選手紹介をここまでしてきたんですけども、はい、全国決勝の大会の日程はねこのようになっております。開演が2時からということなので、おそらく、YouTube の配信もあると思うので、現場にね現場というか現地に来られない方は YouTube で、ぜひ見てはいかがでしょうか。私はね現地に行きます。なんでもし、現地に観戦しに行くという方はよければね声をかけていただけると嬉しいです。ということで、商品もねこれ豪華なんですよ。全国決勝の優勝がこのオセロニアの戦2019特別キャラクターマキア、バイセと同じ性能 で地区予選代表、優勝と当日全国決勝当日枠優勝、この予選のまあファイナリストになったらフォーティアと同じ性能のポレモスがもらえます。で来場者特典、これ来るだけでもらえます。観戦のこの全国決勝の観戦の人ももらえる。これはねルキアと全く同じ性能のコルルム、これをもらえるの嬉しいよねバトルコイン100個分って考えたらすごいね。やっぱこうしかも特別デザインのキャラクターということでね、全国決勝の観覧に行かれる方はねぜひこう風邪をひかないように絶対に行きましょうね。コルルムもらえるのでということで、はい、いやー、まあ、ここまで紹介してきたんですけどもね、本当にレベルが高い。で個人的に誰が優勝するかっていうのは正直わかんないです。ただこのオセロニアの戦っていうのはねこういうジンクスがあるんですよ。オセロニアの戦優勝準優勝全員メガネかけてる説これ余談なんですけど本当なんですよ。2016年の最初の優勝された、まんじゅう丸さん、まんじゅう丸さんメガネかけてる。で、2016年の2回目のオセロニアの戦、オセロニアの戦2016 in 冬なんかストーリアかなんかであったね。それもね優勝東選手で、準優勝されてるのは JP キングっていう人でメガネかけてて、で2017年の優勝された伊丹さんもメガネかけてる。で準優勝の昴生06さんもメガネかけてる。で去年の2018年のそうデースさんもメガネかけてて、で準優勝の青選手もメガネをかけてる。ということは2019年の優勝は銀次郎さんじゃないでしょうかこの中でね唯一メガネかけてます。あ、まあ、ちなみにサイ君とトコマユゲもあ、まあ、メガネかけるときはあるんですけど、このジンクスを信じてもしかしたらメガネで来る可能性があるので、そこもね、楽しみにしていてくださいということで、今日はこの辺で終わります。ぜひね皆さんこのオセロニアの戦2019楽しみに、待ちましょうということで、来週一緒に見ましょう、応援しましょうということで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。